はい、今日はオムレツにしてみたの。新しいレシピを試してみたから気に入ってもらえるといいんだけど。愛するあなたのためだもの。そういえば、お仕事の方はどう？でもあなたはもうたくさんのお仕事を抱えてるんでしょ？本当にそこまでする必要あるの？だって最近は二人だけの時間をあんまり持ててないじゃない。ここのところ毎日帰りも遅いし、それに私もそのずっと家にいるから。そのセリフは前にも聞いた気がするけど。それも聞いたわね。はあ。とにかく無理だけはしないでよ。
お帰りなさい。ちょうど夕食ができてるわよ。聞きたいこと？ああ、確か田舎の方に住んでるあなたのおじさんだったかしら？それで何があったの？そういえばそんなニュースを少し前に見たかも。何事もないといいけど。それは大変ね。そうね。あなたとはどのくらいの付き合いなの？そうなんだ。うちなら部屋は余ってるけど。でも本当に大丈夫なの？そっか。そういうことなら。うちに来てもらってもいいんじゃないかしら。ええ、私は構わないわよ。そうしてあげて。